こんにちは、サトチンです。今回はですね、浅草のスマートボールに来ています。すいません、いいですか？はい。いや、その出すシーン撮ろう。はい。こちらが75玉です。3箇所、3箇所もらえた。これ昔食べてましたね。レモネード、レモネードラムですか。いいね。僕が小学低学年の頃にいっぱい食べてましたね。嬉しいね、これ。お母さん、ありがとう、お母さん。ビー玉です。ビー玉ってガラス玉ですか？なるほど、綺麗。15に入れば15ポイント、15玉出てきます。で、蝶々に入ると蝶々は閉まるんですよ。それ見たいっすね。で、閉まったらここの赤に入ればもう一回開くそうですね。わーお、わーお。ということで、連射サトチン行きます。オッケー。ちょっと蝶々見たい、蝶々。蝶々入る瞬間蝶々見たい。大注目。さあ、もうガンガン行くよ。すごい。あ、入った入った、行け、入った、開いた。ほい。そしてイメージはそうですね、こんな感じで、ね、後ろのまたオールドのパチンコ台がいいよ。そうですね、バックの昭和、昭和何年ですか。昭和25年らしいです。やばいっすね。見せるかな、こっちでね、撮影で本当のスマートボール。え、いいの、見ていいの。本当のスマートボールは、うわぁ、すげえ。この白いボールはスマートボールで、これはビタマです。あの、やっぱりもうこういう店はないから、スマートボールの会社もないし、はいはいはい、板まで代表してるの。スマートボールは白いボールです。本来のもの、本来のものはね。だから今は板まで代表しています。なるほどね、これなかなかこの中見せてくれてるよ。すごい貴重な映像ですよ。赤テクの人です。これとビー玉違うでしょ。ちょっと手移していいですか。これが違うんだ。若干ちっちゃいんですか。同じなんですかね。素材も違うだ、違うと思う。違う、何ですか。調べてみてください。この感覚からのこれです。どうなんだろう。なんかね、デザインも違うね、もう本当にね。すごい、なんだろうね。ガラスとなんかそういう素材。なんか私も言った。あとね、今都内最後の一軒だよ。おお。わあ、すごい貴重だよ。あ、本当に。これ、これ入るね。見て。入ったら開く。来たー。わあ。神の手降臨ですよ。そうそう。ジャンプの山田君たちもさ、はい、本当に。お母さん話好きだね。そうですね。これがあれですよ、浅草情緒ですよ。ですね。それでは、じゃあそれではやっとシューリップに入れられます。はい、行きましょう。もう一丁。あ、赤に入った。今赤に入りましたよ、サトチンが。今入ったよ、ほら。自力で入れてる。今入っちゃったよ。ギリ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 。で、あの蝶々。蝶々。あ、来た来た来た。あ、通した。出ますか。じゃりじゃりじゃり。さすがです。はい。というわけでね、みんなも浅草のスマートボール来てはいかがでしょうか。とても面白いレトロゲームです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。